3つ目のキーワードです。札幌デジタル彫刻美術館構想、これがなかなか力仕事でございまして、どういうことでしょうか。ね、私たちあの札幌彫刻美術館って前 の, あの宮の門にあった彫刻美術館を出演する会として、はい、友の会が、まあ、今も続いてるわけですけども、もうこういうような中で、まあ、彫刻 の, このファンの集まり、うん、ファンクラブですね。でだけども彫刻美術館の美術品を、まあ、本押しの作品を見るという中でいろいろなこのものの見方だとかそういうことの訓練を受けながら街中の彫刻をこう見ると、うん、先ほどのように汚れてるだとかなんとかっていう問題が起こってくる。そうするとその汚れてるもう一つ前にそれはどうして誰がどういうふうな方法で作って誰がどう設置したんだろうかっていうような記録が必要になってくる、はい、うん、でそこから解説っていうこともそこから伴ってくる、はい、とそういうのが札幌市に400も500もこうあるとそれぞれ仲間たちがこの箸を使って見て写真を撮ってこのサイズを測り何をいろんなことを記述しながらそれからあの図書館だとか資料館なんかに行ってあの資料を集めてと、はい、でそういうようなことでだん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 彫刻の見方がだんだん備わってくる。そうなんだけども一方で今度は札幌だけではなくて稚内にどういう彫刻がありますか、 あそこに本腰の作品もあるんだけど、だけどもこれ札幌でどんなに分かろうとしても、なかなか分かりづらいもんで、はい、でこれが、まあ、今から25年くらい前に、うん、我々の友会 の, このメンバーの中野三郎っていう方がリタイアして、うん、このボランティアとして、まあ、彫刻にこの関心を持ってきた時に北海道の野外彫刻の戸籍がない、つまり北海道の道庁の中に野外彫刻の戸籍がないということに気がついてくる、うんうん、でどこに札幌から北見網走どっかで何かあるんだけど、うん、探そうと思っても探せないっていう状態の中で、じゃあ彼は自分で車で奥さんと一緒に彫刻の調査を始めるということでボランティアとして25年かけて北海道全域の野外彫刻の資料を作った。すごいですね。2300でほとんどそんなに、そうですよ。それを2300のうちの 98% くらいは調べたって。でその作品が、まあ、その記録が我々今あのこう委託されておりまして、これを今仲間が、うん、あのデータベースとしてそれを全部、うん、あのパソコンの中にこの閉じ込めるような記述をしている。これは違うんですか。いや、これは違うんです。これ違う、すみません。で、まあ、そういうふうにして、はい、それぞれがあのこの手書きのこのものをパソコンにこう分担しながら、うん、大変なあのロープがあるんですね。いやだってそんな何千もあるものデータ、ね、でそれを写真は、もういっぱいいろんな写真がある中で、はい、この代表的な写真を中心にしながら、うん、スキャナーで取り入れながら、うん、この全部それを資料化していく、データベースとして。でどこに何があるかっていうのをその資料をこう引き出すと、こう全部分かってくる。でそこに今度あの解説の記事を入れたり、うん、それぞれの作品に、うん、解説の記事を入れたり、うん、またあの新しい記事を加えたり、うんうん、でそれは郷土史に関わる分野が非常に大きいですから、うん、だからそれぞれ の, その作品が設置されている場所の、うん、その市だとか村だとかの役場だとかそういうところにある資料をこのまたあのコンタクトしながらやっていく、うん、でそれにはまずこっちの方にあそこにこういうものがあるということが分かることから始まりますから、ということで今その資料化をしているわけですね、まあ、そうした時にこれはこのまず札幌にあるこの400以上のこの札幌だけでもそんなになんですね、野外彫刻をこれを全部集めたものをデータベースとしてちゃんと、はい、管理できるようにしていくと。でさらにそれは位置に関係した、うん、まあ、設置した場所を正確にこの今の、はい、地図に落とし込む GPS を使って地図にこの入れると、なるほど、という作業が必要になってくる。
たまたま僕たちは一方で札幌シニアネットっていう、はい、あの会員が600人いるこのシニアのパソコンを中心にした一つの、あのグループの中のメンバーでもあるということから、はい、このデータベースのことをお話しするから、地図のこの活用っていうことをこうお話していくうちに、だん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 それが具体化してきて、でシニアネットの中に地図クラブっていうのができて、でその地図クラブのこれ山登りのメンバーにしろ彫刻に関するのある、そういう人たちがこう集まってきて、今あの国土地理院のこの地図が市民に2年前から開放されて、自由にそれを無料で使えるような状態、すると、その新しく開放されたばかりのその扱い方を地図クラブの、うん、我々のメンバーが勉強して使えるような状態にしていく、はい、うん、スキルをだんだん高めながら、例えば山登りをする人たちは、あの東高線に沿って、あの一日の工程をこうその中で埋め込みながら、それをあらかじめ作って、それが全員にこの地図を渡る、で遠くにいる連中にもそのインターネットでパッと送れますから、何月何日にあそこに集まって、この山をこういう手順でこういう方向で行きましょうねって、うん、もうその地図を自分たちでマネージできるということで、うん、かなっていくわけですね。素晴らしいスキルですよね。 そうですね。でその技術体系っていうのは、場所をたくさんの場所があるものに、それぞれの場所を位置を決めて、はい、地図でこの拡大をバーッとすると、そこにそのものの位置が分かる、うん、でそこに今度はあの写真だとか記事だとかが埋め込まれていて、パッとって、これはそのデータベースをもとにした地図コンテンツっていうものは、その観光資源になり、郷土史の紐解くものにもなり、それから美術品としての教育、美術教育の一つの基礎資料として、誰でも見れる、公開すれば誰でも利用できるものになる、でしかもこれがナビの世界の中で非常に大きな力になってくるってことになると、この札幌彫刻、札幌デジタル彫刻美術館っていうのは、これも、まあ、札幌のこの400以上のそれをこの地図上に埋め込んで、それでその野外彫刻をこの資料として管理する、はい、でこれは屋根のない、雨風を打たれながらも屋根のない美術館のコレクションとして、それをこの付加価値の高い資料をパソコンという資料室の中にこの閉じ込めて、うん、でそこの中にいろんなデータを、あとは時間さえかければ、うん、よりこの精密なこの資料を加えることができる、でそれを引き出せば、それを解説に使う、それからこの観光資料として使えるというふうなところにこれが利用できるだろう。あれじゃないですか、あのお寺を回る歴女って流行ったじゃないですか、彫刻を回る、そうそうそう、ま、女の子が流行るかもしれない、あのこれ見ながら ね、あそこ行くここ行くみたいな、ね、今あの車の時代ですから、はい、ナビゲーションの非常に巨大なこの世界がありますから、で場所に固定した美術品、はい、でそれはこのこのそれぞれ この北海道の主要都市の周辺にいっぱい、うん、こういう作品がこう点在してますからね、だから札幌から旭川に行くまでの国道12号線、これは北海道で、まあ、日本で一番長い直線道路ですよ、はい、その中央にありますか、そこにありましたっけ、もうとんでもなくたくさんあるんです、本当ですか国道ね、そこにはあの24市町村がありますからね、それぞれその沿線のところの市町村にあの作品がいっぱい分散してて、でそれをその全部を一挙にってことはできないけども、例えば赤びらしのようなあのこのちょっと国道から離れた都市、ここには美術館がない、美術館がないけども、そこには野外彫刻が13点ほど主要なものがある、あであればそれをこの札幌デジタル彫刻美術館とこう、で作り上げていく、それのスマホでこうナビしながら、そういったもので、あと今度はその土地のこのその土地のボランティアの方たちがその作品に直接当たって清掃するということもできてくる、それからそこの中で記事を書いて、その
廊下のそこでなければならないいろんなエピソードがそこの人たちが作ってくれる、はい、でそれがこの役に立つものであれば、うん、隣の町でも、ね、あっちでもそれは、うん、これをモデルケースにしてね、つまりこれは費用がかかるね、はい、ボランティアの意欲とそれからインテリジェンスなそれ、はい、そして、はい、このパソコンの時代ですからそれを操れる人たちが大勢今こう生まれてた、でもすごいその意識の高いね、あの工学心の強い高齢者の方がたくさんいらっしゃるって、心強いですね。そうするとそれぞれ のローカルの隊の中でそういうのがあった時、それはこの我々ここで北海道全域についてこの詳細なものをこうこの地図上で作り上げるというのは難しいかもしれないけど、土地の人たちがみんなそれぞれ このエリアの情報を持ち寄ってきてその中に埋め込んで、それが交易成り立てば、僕たち今、国道12号線沿いのそれをモデルとし て、でそのモデルの一番のモデルが札幌、うん、でまあ、札幌でいいモデルができて、それが地方都市でも、それが実用化される、はい、でそれがもっとこう総合されて、この空知管内のそういうものがこう意味がある、はい、観光資源として役に立つかもしれないということになれば、これはもう他全道にそれをやった時に、はい、これはこの観光っていうのは今この刺身が美味しいようだとか、ね、何が美味しいよ、温泉がいいよ、好きがいいよだっていうのはこれはもう当たり前のことですから、はい、それにやっぱりこのローカルな地域の郷土史が回って芸術作品が登場して、これがその場のもっと大きなね、この日本全国からこのそこにこの特徴をこうねこう訴えるそうですね、観光にもアピールする、それがあっちこっちにそういうものがあった時、それが総合されて観光資源としてポテンシャルを持った時に、これなんでこれほっといてたんだろうか北海道に彫刻の戸籍がないというのはこれはもうなんていうか屈辱的ですね、土産庫としてはね、やっぱり屈辱的な感じですね、うん、なんとかやっぱりそういうこと、まあ、そういうことをしていくにもやっぱりこの札幌であれば、まずは札幌、エキスパートもいっぱいいらっしゃるし、ね、余暇もあり健康であり、インテリジェンスとそれから、はい、このパソコンのスキルをこう総合したような中で地図コンテンツをこう無料で新しい仕組みの中でそれをやってて、これが公開できるような仕組みをもし作れたら、これは市民文化としては、市民文化としてはこれね、全国的にも例のないすごい、まあ、力仕事ではありますが、そうですね、本当にもうすごいことなんです、もう財産になりますね、そうですね、まあ、どこにも真似のできない財産です、そうですね、はい、まあ、そういうようなものに皆さん力を貸してくださるような新しい背景がどんどんできてたら、はい、例えば彫刻に触れるとこれ何だろうかっていうことからもっと好奇心を出して、しかも今まで誰もこの見向きもしなかったそういうものが発見すれば、これをやっぱりね輝かしたい、うん、情報の面で輝かしたいっていう形が出てくれば、はい、そこの中で過去を調べて、はい、でそれが A、B、C、D ってこういっぱい重なれば、これはしかもそれはお金かからない、はい、頭の中の皆さんのインテリジェンスの世界ですからね楽しいですよ、皆さんも参加してみませんか、清掃しましょう、なでなでしましょうの副産物というのは巨大だってことですね、なでなでの副産物は巨大、これもキーワードにするべきだったな楽しいお話をいろいろ伺いました。今日のゲストは札幌彫刻美術館友の会会長の橋本信夫さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。